アトラス FC はメキシコ中部ハリスコ州の州都グアダラハラに本拠地を置くサッカークラブであるエスタディオハリスコをホームスタジアムとしている2016から17シーズンはリーガ MX に所属している1916年サッカー経験のある英語学校の学生数人によって設立された伝統的にテクニックを重視しており アトラスが用いた三角形のパス交換、技巧的なドリブルなどは、メキシコサッカー界全体に影響を与えた。2000年には、コパリベルタドーレスに初出場し、優勝経験のある SE、パルメーラスに準々決勝で敗れた。2008年には再び、コパリベルタドーレスに出場し、やはり優勝経験のある、ボカジュニアーズに準々決勝で敗れた。2009年6月には、 スーパーリーガに出場し、メキシコとアメリカの K8 クラブがタイトルを争ったが、アトラスはグループリーグ3位で敗退した。下部組織には定評があり、キーパーのオスワルド・サンチェス、フォワードのハレド・ボルヘッティ、ディフェンダーのラファエル・マルケス、守備的ミッドフィールダーのパベル・パルド、攻撃的ミッドフィールダーのアンドレス・グアルダードなどをトップチームに送り込んでいる。 1960年1月31日に開場したエスタディオ・ハリスコをホームスタジアムとしている。エスタディオ・ハリスコはメキシコで3番目に収容人数が多く、1970FIFA ワールドカップではグループリーグ6試合、準々決勝1試合、準決勝1試合の計8試合が行われた。1986FIFA ワールドカップではグループリーグ6試合、 決勝トーナメント1回戦1試合、準々決勝1試合、準決勝1試合の、計9試合が行われた。かつては、チーバス・グアダラハラも、エスタディオ・ハリスコを使用していたが、2010年、チーバスは自ら建てた、エスタディオ・オムニライフにホームスタジアムを移転した。同じグアダラハラを本拠地とする、チーバス・グアダラハラとライバル関係にあり、両クラブの対戦はクラシコ・タッパティオと呼ばれる。 チーバスは1906年に設立され、労働者階級に人気のあるクラブである。アトラスは1916年に設立され、中産階級に人気のあるクラブである。アトラスが設立された1916年に初対戦が行われ、メキシコ最古のローカルダービーとされている。初期の対戦の際、チーバスのファンがアトラスの選手にマルガリータスというニックネームをつけ、 一方のアトラスのファンは、チーバスに対して、チーバスロカスというニックネームをつけた。これらには、部別的な意味が込められていたが、現在では、それぞれのサポーターが、ジクラブを語る際に、一般的に使用されている。ボルヘッティ・マルケスパルド・アトラスはメキシコでも、有数の株組織を持っており、1990年代以降だけでも、以下の選手らが、アトラスで、トップチームデビューし、後に、 メキシコ代表に選出されている。2007年にはプリメーラディビションのほとんどのクラブにアトラス出身選手が一人以上在籍していた。1993年にはキーパーのオスワルド・サンチェスがデビューし、メキシコ代表としては FIFA フフワールドカップ3大会のメンバーに選出されて99試合に出場した。サンチェスは1996年までアトラスに 在籍したが、クラブアメリカを挟み、1999年には、アトラスのライバルである、チーバス・グアダラハラに移籍した。1994年には、ハレド・ボルヘッティが、トップチームデビューし、後に、メキシコ代表の歴代最多得点者となったが、ボルヘッティは、キャリアの大部分を、サントスラグナでプレーした。1996年には、ディフェンダーのラファエル・マルケスがデビューし、 マルケスは、フランスの AS モナコ、スペインの FC、バルセロナなどヨーロッパの競合でプレーした。メキシコ代表としては116試合に出場し、キャプテンも務めた。マルケスと同じ1996年には、ミゲル・セペーダがデビューし、メキシコ代表として50試合に出場した。1997年には、ダニエル・オソルノがデビューし、 アトラスでリーグ戦278試合に出場。メキシコ代表としては57試合に出場して12得点を挙げた。オソルノと同じ1997年には、フアンパブロ・ロドリゲスがデビューし、メキシコ代表として2001年のコッパ・アメリカ2001などに出場した。フアンパブロ・ロドリゲスはエステゥディアンテステコスを挟み、2006年には短期間ながら、 チーバスでもプレーした。1998年には守備的ミッドフィールダーのパベル・パルドがデビューし、メキシコ代表としては歴代2位の148試合に出場した。パルドと同じ1998年にはマリオ・メンデスがデビューし、2003年にメキシコ代表としてコンカカーフゴールドカップで優勝した。1999年にはフアン・パブロ・ガルシアがデビューし、 2005年にコンカカーフ、ゴールドカップ優勝メンバーとなった。2002年には、キーパーのホセデヘススコローナがデビューし、エステゥディアンテステコス遺跡後の2005年に、メキシコ代表に初選出された。2003年には、フアンカルロスメディーナがデビューし、2005年に、メキシコ代表デビューした。2004年には、ウーゴアジャラがデビューし、2009年に、メキシコ代表デビューした。 2005年には、アンドレス・グアルダードがデビューし、グアルダードはデポルティーボラ・コルーニャや、バレンシア CF などスペインのクラブでプレーしている。トップチームデビュー年には、メキシコ代表にもデビューし、100試合以上に出場している。2006年には、ホルヘ・トーレス・ニーロがデビューし、2011年には、コンカカーフゴールドカップ優勝メンバーとなった。2007年には、 ホルヘールナンデスがデビューし、同年にメキシコ代表デビューした。ホルヘールナンデスはトップチームデビュー前の2005年に U-17 メキシコ代表として FIFAU-17 ワールドカップを制している。2008年にはエドガル・イバン・パチェコがデビューし、メキシコ代表としてコパ・アメリカ2011に出場した。2018年2月9日、現在中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。httpnl.suckerway.com チームズメキシコクラブアトラスデグアダラハラ1460ありがとうございます。